はい、こんにちは、なのかです。今回はですね、良かれと思ってやっちゃうことが、実際は良くないことですよっていうお話をしたいと思います。まあ大体ですね、想像つくと思うんですよね。ここの時点で良かれと思ってやっちゃうこと、それはですね、例えば親の立場、私も親の立場ですけども、昔ですね、どん底の時にものすごくメンタルも良くない、もうずっと寝たきり状況、もう泣いてばかり、もう体の具合が悪い、そして親ともですね、絶縁だったり疎遠だったりっていうことで、主人も亡くなって弟も亡くなった、もう本当に一人だった時に、でも娘がね、いるから母親としてっていうことで、毎日を暮らしてたんですけども、その時にですね、私は良かれと思ってやっちゃってたことがあったんですね。それはですね、それだけどん底の状況、体もメンタルもどん底なのに、娘にですね、もうやっぱり母親として、自分がこれだけ具合が悪いから、この二の舞をですね、させたくないと思って、もうご飯もですね、もうちゃんと作ってました。スーパーがものすごく遠いところにね、あって、惣菜を買いたいとかお弁当を買いに行きたくても、なかなかね、買いに行けないっていうのももちろんあるんですけど、でもやっぱり、自分がこれほど具合が悪くて辛いから、一人娘ですからね、その娘に、健康でいてほしい。もうこのちっちゃい時から健康な体にするぞっていうことで、もう手作りで料理をしてたんです。いや、もちろんね、本当にたまにスーパーに行けた時は、その時はちょっとね、何かすぐ食べれるものも買ってはいましたけど、いや、でも通常の、日々の暮らしはですね、もう普通にご飯を作ってました。で、それもですね、もう本当に具合が悪くて具合が悪くて、もう台所に行くことすらも、もう立ち上がることすらも辛かったんですよ。でも、っていうことなんです。いや、こうしなきゃいけないっていうね。いや、こうあるべきだ。母親はちゃんとご飯を作るべきだ。ね。で、娘の健康のためにはちゃんと栄養のあるご飯を与えなきゃいけない。自分がちゃんと作らなきゃいけないんだ。惣菜なんかダメだとかですね。そうやってですね、もう完璧主義で、あとはものすごくこう凝り固まったね。いや、こうあるべきだ、みたいな。なんかそういうふうに考えて、じゃあ私がやってた時にですね、じゃあどうなったかってことなんですよ。いや、ものすごく辛い状況でそれをなんとかやってたっていうことは、その辛い状況にまたさらに疲労感とか、もうそのね、台所で一生懸命こうやってやって、その後片付けも全部やる、その体力もないのにやっちゃってて、エネルギーもまたなくなる、ああきついわっていうことで、もう疲れたってなりますよね。そうすると、もうね、もう本当にもうきつすぎるってなっちゃうわけなんですよ。でも一応ね、娘にはちゃんと食べさせられた、ちゃんと手作りを作れたっていう満足感はあるんですよ。あるんだけど、それのもう何倍も疲労がですね、ドカーンときちゃうわけなんですね。そうすると、もう疲労しちゃうと、やっぱり自分のメンタルが良くならないんですよ。結局は。だって常にきついから。それでやっぱり感情的になったり、イライラしたりね。そうやって娘が怒っちゃったりとか。で、もちろん自分もまた、もう何なんだろう、この人生、もう私具合が悪いってまたなっちゃう。そういうふうにね、なっちゃうわけなんですよ、結局。でも、その良かれと思ってやってるわけなんです。娘の健康のため、そして母としてこういうことをするべきだ。そして完璧主義だからちゃんとやらなきゃいけない。それを私はやってる。それっていいことだと思っちゃってたわけなんです。だからですね、自分がですね、良かれと思ってやることが結局、私自身のメンタルと体にも良くない。それが娘にも行っちゃう。ね、私がいつまでも元気にならなかったら娘だって困りますよね。いつまでもね、もうその主人と弟が亡くなってからずっと何年間もね、もうずっと寝込んで、きつい具合が悪い、あそこがおかしい、そして病院に行く。ね、そういう状況よりもですね、やっぱりお母さんに早く元気になってもらいたいっていうのが娘のね、本当の気持ちじゃないですか。でも私は良かれと思ってやってたわけなんです。そして私はこういうふうにも思ってました。私はこんな状況のこんな人生でもね、いや、私は母親としてちゃんと娘にっていうね、ちゃんとやるんだ、そしてやってるんだっていうね、気持ちでやってました。でも結局それってですね、全然いいことじゃなかったわけなんですよね。
そんなに毎日毎日ね、もう手料理にこだわらず、栄養のバランスだってね、もうある程度取っとけば、本当に具合が悪いんだったら、本当にね、何かすぐ食べれるものだったり、ちょっと出前とかね、まあ出前もあんまり取ったことないんですけど、まあそういう出前を取ったりとか、まあすれば良かったわけなんですよ。そうやって本当にちょっとね、じっくり体を休めるとかね、まあそうやってこう体をね、こうねぎらう時も、作るとかした方が良かったんですよ。そっちの方がね、やっぱり回復も早くて、そして娘とね、また楽しい時間を過ごせる。それも増えたわけなんですよね。でも自分では良かれと思ってるんです。もうそういう考え方になっちゃってるんですよね。まあ、それはですね、やっぱり自分がずっと生まれ育って、まあ、その環境でそういうふうなこの思考になっちゃってる部分もあるし、まあ、後天的に自分があまりにも具合が悪いから、まあ、さっき言ったようにね、まあ、こういう思いを娘にさせたくない。健康でね、もう育ってほしい。まだちっちゃいから今からちゃんとね、栄養を与えて、ちゃんとやってれば娘は健康に育ってね、私みたいにはならないだろうって、まあ、そうやって後々私が自分で考えたっていうこともあるわけなんですよ。だからそのいろんな考えとか体験、経験で、まあ完璧主義になって、こうあるべきだ、こうやってやらなきゃいけないんだってなっちゃったわけなんです。今ね、この動画を見つけていただいた方もですね、まあそういうふうに、生きてらっしゃる方がいらっしゃると思うんですよ。やっぱり人生が辛いとか、体がもうぐったりしておかしいとか、何か不調があって、もうメンタルも体両方不調。ああ、もう何なんだろう、この人生と思ってる人の中にはですね、私みたいな、まあ、完璧主義だったり、こうあるべきだ、いや、こうやってやってあげたい、愛情があるからこそ、みたいな。まあね、愛情あるのはいいんですよ。いいんですけど、それがちょっとね、違う方向に行っちゃうっていうことなんですね。で、自分ではそれが良かれと思ってるんです。その愛情のかけ方が良かれと思ってるわけなんですね。で、それは、私もそうだったように、この動画を今聞いていただいている方の中にもですね、同じように考えられている方がいらっしゃると思うんです。いや、私は親として子供に愛があるからこうやってやってるんですってね、そう思ってらっしゃると思うんです。良かれと思ってっていうね。で、それは、その私のこの例で言うと、そのね、料理のことを言いましたけど、まあ、その娘さんとか息子さんに、まあ、いろいろね、こう、学校のことだったり、勉強のこととか、まあ、スポーツをやってる方だったらね、その方面とか、まあ、とにかく自分の子供にですね、いや、こういうふうにした方がいいんじゃないの？こういうふうにね、しなさいよっていう、それも愛情だと思ってね、いや、親だから一生懸命こう教えてあげてるんですっていうね、親だから愛があるからっていうね、良かれと思ってっていうね、本当にね、そうなっちゃうんですよね。で、そうなっちゃってると、その良かれっていうのはですね、自分にとって良かれなんですよ。実は。自分が良かれと思ってるだけなんです。そしてその子供の方は別に良かれじゃないんですよ。良くないんですよ。いや、お母さん、ね、お父さんが勝手にいいと思ってそれを押し付けてるだけでしょってなっちゃうんです。いや、私たちね、自分たち子供はこういうふうに考えて、こういうふうにお父さんとお母さんになってほしい、こういう家族でいたい、そういうふうにですね、子供の方の立場としては、いろんな思いがあるわけなんです。でも、自分たちは親だから、親としてこうあるべき、いや、親はこういうものだ、そして愛情っていうのはこういうふうにね、かけるべきだっていうね、それがですね、全然ずれてるっていうことがあるわけなんですね。だから結局そのね、親子関係もうまくいかなかったり、自分の体調も全然良くならないとか、まあそういうですね、悪循環、まあ負のスパイラルというか、とにかくいい状況にならないということなんですよ。どうですか？皆さん、良かれと思ってやってらっしゃることありませんか？でもその良かれは自分にとって良かれだけなんですよっていうことなんです。で、もしですね、親として、いや、子供たちに愛情を持ってこうやって接してて、いや、いろいろ何かアドバイスしてもね、いろいろ料理も一生懸命作っても、家事も一生懸命具合が悪くてもやっても、いや、うちの家庭はうまくいってますよ、穏やかにみんな仲良くっていうんだったらいいんですよ。でも、うまくいってない家庭っていうことなんです。うまくいってないっていうか、なんかガチャガチャ感がある。なんか、こう、いさかいがあるとかね。なんか自分がずっと具合が悪いまんまだとか。自分の人生が全然変わらない。そして家族も見てても、家族もなんかあんまり仲良くないな、みたいな。そうやってなんかうまくいってない状況っていうのは、やっぱり何かしら原因があるんですよね。だから自分だけ良かれと思っても、ちょっとそこは違うから、思い返してみてくださいっていうことなんです。で、私もですね、それに気づき始めてね、まあ手を抜くようになりました。手を抜くっていうのは、イコール怠けるじゃないんですよ。
このガチガチのこの思い込み、正義とかね、母親としてはこうあるべきだとか完璧主義を緩めていくってことなんです。緩めて、ただほっこりと生きていく、娘ともね、こうやってほっこりと対応していく、お母さんはもう一生懸命やってるんだじゃなくて、いや、お母さん今日きついから、まあ、ちょっと今日お弁当ねって言ってね、ちょっと休むねでいいんですよ。そしてまた次の日はちゃんと作ってあげたり、そのメリハリですよね。メリハリというかね、まあできない時はできないよって素直に言って、でそれでその分ニコニコしとけば子供は嬉しいわけなんですよ。ね、親がね、こう自分が具合が悪いのに一生懸命やって、もう疲れた、もうやだってきついわって言ってるよりは、いや、お弁当一緒に食べようと思ってね、こう迎えてニコニコしてる方が子供は嬉しいわけなんですよ。だからそういうところもですね、やっぱり私は少しずつね、顧みて、あ、なんかこれってね、ずっとこれ続けていってもなんか全然人生変わらないなと気づいて、そして少しずつ手を抜くようになりました。ね、まあ、そういうふうにですね、やっぱりね、ガチガチで真面目すぎるんですよね。要するに真面目なんですよ。いや、こうしなきゃいけないっていうね、楽観性がね、まだなかったんですね、昔。全然手を抜くことができないということは、まあ、軽く生きようということもできない。もうとにかく真面目一本でこうしなきゃっていうね、まあ、そういうことでヘロヘロになっちゃうっていうことなんです。で、今はですね、親子関係の例を挙げましたけど、もちろんですね、我が子だけじゃなくて、他者に対して、他者っていうのは、まあ、友達とか恋人とかね、伴侶とか、まあ、いろいろいますよね。誰に対しても、やっぱりその自分の完璧主義とか、こうあるべきだ。で、私とこの自分とですね、その相手との関係性において、じゃあもし友達同士だったら、まあ、友達だからもうね、私はあなたのこと大好きで思ってるから、こういうふうにね、こうしたらとかって、こうアドバイスをするとか、そのアドバイスもね、求められたらいいんですよ。でもですね、こう自分からぐいぐいね、こうその人の人生に入り込んで、いや、なんか大丈夫なの、ねえねえってこう入り込んでね、ね、今どうしてんのとかって、こうね、向こうが求めてる以上のことをしなくていいということなんです。愛があるからって、良かれと思ってってことなんですね。友達のことを思って、彼氏のことを思ってね、そうやってこう誰かのことを思って、私はこうやって一生懸命思ってるのよっていうね、まあ、それもですね、いらないということなんですよ。だから自分が良かれと思ってやってることをちょっとですね、今回のこの動画でですね、私普段人に対して良かれと思ってこういうことやってるけど、それってどうなんだろうっていうことをちょっと顧みていただく、このきっかけにしていただけたらなと思うんですよ。やっぱりその相手との関係がうまくいってれば全然いいんだけど、なんかうまくいってないっていう時は、やっぱり自分のその良かれがですね、なんか悪い影響を与えてるっていうことなんです。まあ、それもね、一つの原因です。もちろん相手の方があんまり良くない生き方をしている場合で、まあ、その関係性がね、良くない時もありますよ。だから自分だけが何か直さなきゃいけないってことじゃないんですけども、まあ、今回は良かれと思ってやっちゃってることっていうね、そのテーマですから、まあ、自分がやっちゃってることっていうことでお話をしているわけなんです。まあ、そういうことでね、私も本当に過去ね、いろいろ良くないことをやっちゃってたり、考え方もね、全然良くなかったり、もう寝込んでね、もう本当にね、体調も悪かったり、まあ、そういうね、体験がありますので、まあ今ね、そういう体験をされている方に少しでも役に立っていただけたらと思ってお話をしてます。まあ、こういうふうにもうね、たくさんの動画がありますので、一つ一つちょっとね、お時間ある時に見ていただいてね、ああ、そういうふうにじゃあやってみようかなって、なんか自分の人生うまくいってなかったのが、これがね、なんかこう影響してたのかなって、まあそういうふうにね、こう何か気づくきっかけにしていただけたらめちゃくちゃ嬉しいなと思います。そしてですね、自分のこの具体的なですね、人生の時のじゃああれはどう考えたらいいんですかって、具体性がないとまだまだね、全然自分の中で腑に落ちないんです、解決しないんですっていう方は、個別の悩み相談に来てみてください。概要欄にですね、公式 LINE のリンクがありますので、そちらからお越しください。ね、もう1時間半みっちりとね、お話を聞かせていただいて、私からもこういうね、いろんなね、こう具体的なお話をさせていただきますので、ね、もう本当にですね、自分じゃなかなか気づかないんですよ。私も過去のね、自分の時はね、もう全くね、そういうことに気づいてなかったから、やっぱり自分は良かれと思ってやっちゃってるんで、それを気づかないから、まあ、第三者の私からですね、まあ、話を聞いていただいたら、ああ、そうだったんですね。じゃあ、そういうふうに、じゃあ行きますっていうことで人生が変わっていっていただけると思ってます。まあ、そういうふうにね、もうね、もうすぐ、あと1ヶ月もないうちにね、新しい年になりますんでね。
まあ本当にですね、なんか今人生がうまくいってない方は、まあ今年のうちにでもスッキリしてですね、悩み相談で解決されてみてください。まあそういうことでした。では今回もありがとうございました。